3匹もおんの。ワン。うまい。でももう助けられまくってますけどね、ここまで来るの。僕お金1円も持ってコント出てきたんですよ。靴磨きだけでやっていくって言って、でも結局はいろんな人にお世話になって靴磨かせていただく人を紹介してもらったりとか、時に会社に訪問して靴磨きさせてもらったりして、ここまで来れて、毎日美味しいものも食べて来れてるんで、自分の力でやってるようやけども、ほとんど9割以上は他力本願というか、本当にみんなのお世話になってここまで来たっていう感じですね。でもたくさん水もいただいたんで多分いけあれね、途中水とか汲んでったらいいの、はい、運動とかじゃないんで、普通にチャリ漕ぐだけなんで、うん、ガソリンって僕の体なんですけど、水と食料あったら安心していけますね、うん。もう本当にありがとうございます。お世話になりました。では行ってきます。ありがとうございます。いい出会いがありましたね。もう水とかお菓子とかもたくさんいただいたので、熊本は超えれそうですね。なんかさっき聞いたのが、キリストも訪れたと言われている逸話がある神社があるそうなので、通り道にあるので、そちらを向かって旅の安全を祈願して、そして私が磨いた口の人が運気アップするように願っていきます。うわぁ壮大や。おお、すげえ。なんか町人 A みたいな人に出会っていろいろ教えてもらいましたね。これは出会うべくして出会ったってやつですね。平立神宮まで 900m なんですけど、さっき聞いた話なんですけど、平立神宮ってガイドブックにも載らへんけど、隠れた宮っていうんかな、隠れた神宮みたいな言われてて、知る人ぞ知るところらしいですよ。1万5000年前からあると言われてる、もうえげつないパワースポットらしいです。これから靴磨きをする人と、これまで靴磨きした人、みんなの運気が上がるように僕の運気も上げてきます。着いた。これが平立神宮、でかいな。どえらい。すごいね。
さあこれから延岡まで70キロを漕ぎます。すごく犬に吠えられております。今平立神宮で参拝してきたのでね、これから靴磨きする人も、これまで靴磨きさせていただいた人も絶対運気上がりますよ。やっぱり神社とか寺とかそういう歴史ある建物はバカにできないですね。こればっかりはやっぱそれはもう科学とかでは説明できないパワーがあるんじゃないですかね。だって何百年何千年とそこに居続けてるわけですから。これで運気爆発いきます。だいぶ暗くなってきましたね。あと38キロ、ずっと山っすね。登ったり下ったり、あと30キロはこんな感じなんでしょうか。暗くなる前に30は切りたいですけど、今日は夜道の運転を覚悟ですね。まだ目的地まで28キロ、相当冷えてきましたね。このライトで反射するジャケットを着ようと思います。ほんまに夜のチャリは怖いですね。車が怖いんじゃなくて、なんか獣とかが出てきそうで怖いですよ。なんかカサカサって言って、絶対近くになんか獣おるんですよ。怖いわ。あと13キロ切りました。携帯と自転車のライトと月明かりだけで進んでおる状態です。止まろうと思ってた漫画喫茶が潰れておりました。くそ、ちょっとやばいっすね今日は。とりあえずちょっとホテルに電話してみます。取れた。